パターンとしてパンデミック始まりとかまあエピデミック始まりっていうのがまあよくあるらしくてで100年前だと1919 19年から20年ぐらいにかけてスペイン風邪でその後あの大恐慌ブラ,ックブラックマンデーとかが起きてでそこからは第一次世界大戦第二次世界大戦ってなっていくので僕は本当に伊事さんと同じで心配してるのは。 この2019年20年から始まった。コロナ騒ぎからディープステートっていう言葉ってすごく。あの何て言うの？誤解を生みやすいけれども、も、うん、まあそういった上の勢力は別にネオコンじゃなくてもいいわけですよね。はいはい、だから、形を変えた戦争を今やっていて、いろんなところでやっていて、まあ、いろんなものでやってるかもしれないし。<laughs> みなさんこんにちは今日もです、ね、はチャンネルアジアさんにお邪魔していますはい。d a v さんよろしくお願いします,ししますこれね、あのアフタートークで本編、うん、前半後半を今撮影したばかりなので、はい、チャンネルアジアさんえ、下記のリンクで見ていただければと思うんですがまあ前半した話はやっぱハイチの話ははい、はい。一本目はそうですねだからいかにクリントン財団が、うん、<laughs> なんていうのこのタイミングで再びそのクリントン財団の闇が、うん <laughs> 出てきてきるのかってクリントンはあんまり、うん、あのあっちのウクライナの流れではあんまり名前出てこないじゃないですか。そうですよね、うん、でもクリントンの、えっと、親玉のオルブライトさん、うん、っていうのは結局そのヌーランドとかの親玉でもあるんでその辺はこう大きなつながりはあるはあるんですよね。だからそのオルブライトっていう人が もともとどことつながってたかっていうのがすごく重要だとは思うんですけども、うん、だから結局アメリカの国務省っていう単位で考えると、うん、面白いですよねまあ今のブリンケンもそこ出身だと思われてるし、うん、え数十年ここ数十年もずっとあまり変わってない体制ってことですよね、うん、ジョン・ケリーもそう。うん、ジョン・ケリーはでもウクライナ利権なんでね、うん、だからまあ オールブライトが何したかっていうとやっぱり一つ象徴的なのはユーゴスラビアの問題かなそうですはい,はい、はい。あの時クリントンが<う>あの大統領だった時期ですからね。な結局やってることは変わらないんですよね。えー、他国に干渉して、うんうん、その国を、まあ、無理やり民主化だなんだかって言ってでよくやってるのが敵を見誤る、うん、間違えた人を敵のターゲットにしちゃって。うん で何大量破壊兵器があるとか言ってね <laughs>、はいはい、イラクの場合ですね <laughs>、うん、あったのかなみたいなうん、うん、なんか大義名分を作ってで、まあ、ネオコンが儲かるようになって、うん、ただそれアメリカでやればいいんだけどアメリカでやんないで他国でやってるからその被害に遭う国はあまりにも多いですよね アメリカも今ちょっと南部の国境がなんかちょっとそうなってきてますけどね <laughs> だんだんだからもう何て,て,、うん、ていうかあえて国内で混乱を起こして国内で問題を起こすことで、まあ、何だろう情勢を逆にこう不安定化させてるっていうことを、うん、最近はなんかそれとやっぱ選挙も関係あるんですかね、はい うーんもうね俺はだから第三次世界大戦に向けてのもうアジェンダが何十年も前から組まれているんじゃないかなというまあ100年に1回とか80年に1回戦争が必要説っていうのはよく昔からあるじゃないですか、はい、その兵器産業とか軍産複合体がこう生き延びるためにも私はねあの第三次世界大戦もうすでに始まっている説も、まあ、もうそうですね。うんだから あのね、これ以上激化するかしないかっていうところですよね。今、はい、去年かな展覧会、エキシビジョンに行ったんですよ。はいはい、で、まあそこにね、やっぱ歴史の中にやっぱり戦争入ってくるんですよね。第一次世界大戦、第二次世界大戦。で、やっぱりどこから見るかによって、その第一次世界大戦、第二次世界大戦始まったタイミングが微妙に違うのかなとも捉えられるし、うん、なおかつ、だからそれを年表を見た時に、ああそっかと数十年したらね。 例えば20年したらこの2022年ぐらいからまあ始まっているようなことっていうのは今は第三次世界大戦というくくりで見ている人は少ないけれどもあもう始まってたっていう認識になってるだろうなとだから今も第三次世界大戦の中にいるとその中でまあウクライナ戦争もあっただろうしまあ今日の話題でいうとハイチのこともあるだろうしえ大統領選挙があってね パターンとしてパンデミック始まりとかまあエピデミック始まりっていうのがまあよくあるらしくてで100年前だと1919 19年から20年ぐらいにかけてスペイン風で,でその後あの大恐慌ブラック。 えー、ブラックマンデーとかが起きて、うん、でそこからは第一次世界大戦第二次世界大戦ってなっていくので,で僕は本当に理事さんと同じで心配しているのはこの2019年20年から始まったコロナ騒ぎから、まあ、結局そのインフレで景気悪くなってって、まあ、いう人もたくさんいるし、まあ、今その株価は上がってるけども実際実感ないっていうふうに昨日世論調査も出てたんですよ。でこれがまあ 僕は台湾有事よりあの朝鮮半島有事の方があの怖いなと思ってるんですけども、ねうん、結局そこまでいけばあの第三次世界大戦の体にはもうな,なっていくし。うん アアジアだだだ中東だ、えー、東欧だっていう何か所かで同時に始まるわけでしょ。でこれが本当に激化して、まあ、日本も巻き込まれてまさかまさかなんと思ってたらもう徴兵で若い人戦争行くよみたいになってっていう時代がねこれが10年後20年後にある可能性はあるわけですよ。だから1920年で始まったものが結局1945年までは我々その西側と言われてる 国々はあのずっと戦争をしてたわけだしロシアに関してはソビエトとしてもうその後まあ、えっと、40年だからもう80年ぐらい <laughs>、うん、そのもうね全体主義のような、まあ、社会主義にいたわけだし戦争もしてたし冷戦ずっと40年してたわけだからね。そんなだから日本だっって下手したたららこの間始まったパンデミックから 合計60年ぐらいもしかしたらすごくこう抑圧された時代を過ごさなきゃいけないまだこれが今始まりな可能性もあるし、うん、でこれがねであとまたこ全然違うその軸で話している世界経済フォーラムとかグレートリセットとかそういう世界、まあ、ワンワールド思想とかがこれとうまく合致していくと次のね本当一1984のような、うん 地球になっていくんじゃないかっていうふうに、まあ、多くの人が心配してるわけですよ。に関して言えばもうすでにその世界観になっていうう始まってはきてますけどね。うん、日本人喜んで、ね、自由差しし出すからね,そうですねマスクしますとか、ね、あとねそね日本円の問題なんですけれども歴史の詳しい人に聞くとやっぱり日本円って一旦価値がなくなった瞬間があると。うん だから、まあ、資産とか、ね、お金キャッシュで持ってる方は日本円だけで持つのはリスクがあるんじゃないかと、うんね、価値が本当になくなっちゃった時を考えるとそれリスクヘッジしておいた方がいいんじゃないかなというふうに私は別にキャッシュでお金持ってないんですもう全然ねえねえねえどっちだけあってもしょうがないんですけど人肉食べても生き延びようと思ってるんで <laughs> <laughs> バーベキューと仲良くなってね。<laughs> サービキューっていうのはあの,ハイのワイチュ本編を見てくださいね <laughs> そこまでサバイバルなね気持ちがあればいいけれども、はい、ただねあ,あの多分日本ってさっき上映の話とかされてましたけれども戦うところまではいけないですよねただ後、ね、方支援 <laughs> す,んとすんなりと国を差し出してしまうんじゃないですかよく言われてるのはあと三。でもわかんないとかああいうゼレンスキーみたいなやつがどっかと約束してきちゃうと、うん もうあれですすよあのハンンドガンを渡すからお前戦えみたいなこと日本のウクライナかってことでっちゃうので <laughs>、えー、<laughs> そこに本当に徴兵プ,プログラムにねだから結構やっぱりあの日本でも徴兵をするべきだっていうかそういったあの期間を設けるべきだっていう話になったらみんないや自分の子供を送れないとかね大学生だけでいや自分も絶対に行きたくないとかねそういうメンタリティーなわけですよ今。 でもね一つはっきりしてるのはいや僕はもっと一つはっきりしてるのは戦争をしたい勢力っていうのがどんどん力をつけてるっていうのは間違いなく事実だしでもそれを止めようとしている、まあ、プーチンさんね当選したばかりのプーチンさんとか、うんえー、まあ見れば分かるけどあのトランプ大統領とかはそれをできるだけ止めようとしていると僕は思ってるんですね。 もちろんいろんなところでねあの計算をしてねあの何かあったらそれを有利に自分が持っていこうというような打算的な部分はあると思いますよ。出なきゃリーダーとしてがふさわしくないと思うからだけどそのできるだけ大勢の人がそのその悲惨な死に方をするようなものはやりたくないと思っていると思うので僕はそれを信じて今やってますけどね。 私ちょっと違う見方もしていていわゆるその戦争主体勢力が、まあ、少し弱っているという見方もあると思うんですはい,はい、はい。何の戦争かっていうと武器を使った戦争ですだけど今やられてるのは形を変えた戦争、うん、それはまあこの3年間のパンデミックで分かったような形での戦争の仕方はもうすでに始まっていてマクドドナルととかも <laughs> ちょっと怪しいですよねネオコンは弱体化している部分はあると思うんです。まあ 暴れ放題暴れてるかもしれないけれども、うん、まあもう私たち正体見破っちゃってるじゃないですか。まあそれはそうですよ。うん、だけど、この軍産複合体というものと、今度、なんていうのかな、医療とか薬品とかの複合体っていうんですか、こっちのマーケットで体力つけてきてるじゃないですか。うん、だから、ああ環境もちょっと使ってね。うん、ディープステートっていう言葉ってすごく、あの、なんていうの、誤解を生みやすいけれども、うん、まあそういった上の勢力は、はいはい 別にネオコンじゃなくてもいいわけですよね、うん、だから形を変えた戦争を今やっていていろんなところでやっていて、まあ、いろんなものを巻かれてるかもしれないし <laughs> まあそういうふうに考えるとうんどうなのかなっていうでそこでね日本はやっぱりまあだから本当に今年は関ヶ原の戦いのような世界にとって選挙もたくさんあるし、うん、で、まあ、今言っていたその既存の。 権力構造が、まあ壊れ始めてもいるけど、なりふり構わずやってるところもあるし。はい、最後やれるだけやっちゃえみたいな、例えば、ね、もう。アメリカも、フランスも、なんか、ウクライナとか、イスラエルにどんどん、まあ、こう、金を支援する。っていう流れが、なかなか止められないじゃないですか。日本もそうだし。だからね、そこって、やっぱり、いわゆるディープステートとは何かって、どこまで読み解くか。ユダヤとは何かとかね、なんか、その辺の読み解き方によって。 敵を見誤るし理解が違うしだからあのほらリストラスディープステートだっていうふうに,に私はやられたみたいな発言したけれども、うん、じゃあ彼女はあイギリスの元首相ね彼女はじゃあグローバリストじゃないのかって言ったらどうなのかと彼女は反ロシアだし反プーチンだし、うん、まあそういった体制なわけですよだから日本から見たこのディープステートだったり全体主義グローバリズムというものとまたそのアメリカイギリスと 若干違ったりとか、そうするとシオニズム、ね。彼女ってそのちょうどエリザベス女王がから直接任命されてたじゃないですか。うんうん、でそれで女王があの崩御崩御って言わないのか、死んじゃった後に<ー>あのすぐ。だかなか不思議なお役にがあった人ですよね。ねだって四十数日しか在位期間なかったわけなので。うんうん、で,で今あ,あいこと言ってる。まあまあ裏を返いた見方をすると。 まあちょっとスパイなのかなとも見えるけどね。リーブステートって言ってもそういう言葉を使ってるけれども彼女がやろうとしたことは何、うん、ていうのかなそのいろんな財政の見直しだったりとかして、うん、そこはイングランド銀行を刺激しすぎちゃったわけですよね。だからおろされたっていうことであって、まあうん、じゃあ彼女があのそういった勢力と何らかかわりがないかっていうと見方によってはまた別かな。まあそうですよね。うん、だってまあその。 イギリスファーストだアメリカファーストだってもうどっちもファーストを主張すればぶつかるところはあるから、まあ、そういうものですよ、うん、全部が全部あの今のマガムーブメントにこう集まってるかっていうとやっぱりどっかで自分たちの自分たちだけの特権みたいなのは探すと思うんで,でその流れでやっぱりロスチャイルドが亡くなったので、うん、まあここからどういうふうに世界が展開していくのかっていうのは。 おなん大親,親玉がなくなったけど別にその下だなんだって別にその組織は残ってるだろうし、うん、ただね私は思うのはビジネスでもそうなようにやっぱりそのエッシセンシャルなこう使命感だったりとか、まあ、ロス・チャイルドってひもくとすごく難しいと思うんだけれども。 まあ、ずっと家族を大切にしてずっとこうミーティングを重ねに重ねてきた時代があるわけじゃないですかうん、うん、今でもおそらく200年やってますからねこれ。ともやっぱりその実質世界でね例えば誰か一打で成功した人がいてじゃあ息子にねそのエッセンスが全部引き継がれるかっていうと、うん、なかなか難しいところもあると思うんですよ。か確かにあのソロスの息子すごい 役立たずっぽいもんね。<laughs> だから、そういうところにちょっと期待したいなと。<ー> <laughs> 今の時代に毒されてる。うん、楽観的なね、うんそ。そこまで引きつけるかっていう。まあ、仮にね、すごいバスケットボール好きだったら。うん、マイケルジョーダンに何か頼まれたら。断れなかったりするかもしれないもんね。そうね確かに。うん、そういうなんか人間的な弱みとか。うん まあ経営って難しいですよ。大体、まあ日本の法律で言うとね、大体三台で会社で潰れるっていうのは。うん、まあ、あの決まってるようなものだし。うん、まあまあ。でもその辺、が、外国人のそのエリート層って、帝王学しっかりできてるなって印象はあるんですけどね。ありますね,確かにね。そこはどうなっていくかっていうのね、ちょっと。だ、期待したいところもあるな。と、うんうん、ですよね。はい、だいぶ長くなりました。はい、はい。じゃ本編もご覧ください。ありがとうございます。最後にお知らせです。 えー、こちらのチャンネルアジアさんの特別企画シンガーソングライターのさやさんの講演会歌は政治だが4月19日に行われるようです、えー、夜5時半、えー、会場でスタートは6時から8時まで、えー、定員が40名で参加費は一律3000円ということです、えー、概要欄に申し込みの E メールアドレスを貼っておきますので、えー、ご興味のある方はぜひ、えー、ご活用ください